雪前は渡辺淳一の小説作品。1973年9月に川出処房新社より刊行された。同作を原作とし、1974年と1984年に放送されたテレビドラマについても紹介する。後周平は北海道札幌市にある病院に勤務する優秀な農下会である。同じ病院に勤務する看護婦の翔子は、 のつに対してひそかに恋心を抱いていた。ある日、のつは小児科員を開業している友人の水江から患者の診察を依頼される。患者は有名な建築家、霧野智一郎の長男、良一で年齢の離れた妻との間にようやく生まれた男の子であった。恵まれた生活を送る一家だが、夫婦の中は冷えていた。早速のつは良一を入院させて様々な検査を 行う。検査の結果は、追悼症で、両一の年齢、全身状態などから手術の適応か否かが極めて微妙であった。あえて成功率の低いであろう。手術を強行するか、このまま経過を見守るか、カンハレンスにおいて、議論は割れた。のつや後輩である谷村は、手術を主張するが、農芸会長である。当の栄治は、手術を見合わせる決断をし、 福岡で行われた学会に出張した。しかし、手術を見合わせるのが医師として本当に正しいことなのか、納得できなかったのつは、手術不能を宣告した時のキリ野の落胆ぶりと、その後の夫人とのトラブルなどを伝え聞く。両一の病気は、お前のせいだとキリ野に責められた夫人は、地獄のような日々を送っていたのだ。悩んだ末に、ノつは、手術をすべきと決断し、 後輩である谷村と共に、党の委長の出張中に両一の手術を強行する。手術中には酔移は危険だと何度も進言したが、のつは強行する。手術そのものは一旦は終了したが、その負担はあまりにも大きく、何度か既得に陥った末に両一は池を引き取った。学会から戻った、党の委長は、手術すべきというのは死なずに済む医者の理屈だ。 君は殺される者の,の身になって考えたことがあるのか、と叱責する。口調は静かだったが、怒りは凄まじかった。同様に、東京に出張中で、愛息、両一の死に目に会えなかった、桐野の怒りも激しく、札幌市医師会に提訴した。尋問に際し、遠野は、手術を決めたのは俺だということにしろ、とのつに命じる。しかし、 野津は上司に責任を押し付けることに対する両親の過酌に耐えきれず、ついに手術を決めたのは自分だと証言する。採血を前に、野津は、東野の計らいで、根室の病院に転勤、札幌を去る。根室での生活にも慣れたある日、野津は東野から電話を受け、病院と桐の家の和解、そして夫人が身ごもったことを知らされる。事件のことはもう忘れろ。という東野。 知らずのうちに落雷するのつ、ふと外を見ると、雪が舞うように降っていた。以下、いずれも、雪舞のタイトルで、ドラマ化されている。1974年1月8日から3月26日に、日本テレビ、火曜劇場枠にて放送された。キャストスタッフ1984年11月5日から12月28日に、TBS、花王愛の劇場枠にて放送された。 キャストスタッフ行き前に関するカテゴリー、ありがとうございます。